情報記録用のモノリス、それもすごく古い形式のものだね。ストゥーパの地下にあるってことは、一体いつからここに。動いた。すごいね、まだ使えるみたい。これは。これはエタニアの建国譚。でも子供に聞かせる昔語りとはちょっと違うみたいだね。皇王はもともと大樹の近くに住んでいたはずなんだけど。果たしてどっちが真実なんだろうね。え？でもま、真実は物語よりもきなりって言うじゃない。私は信じてるよ。うんうん。こんにちは、お姉さん。もしかしてシアちゃんの代わりに私を探しに来たのかな。見つけたんじゃなくてイオから出てきてあげたんだよ。ここまで来たってことはお姉さんもなかなかやるけど、まだまだ。そんなんじゃ私を捕まえられないね。イオちゃんって言うんだね。あれ、どこかで会ったことあるような。いくらかくれんぼでもこんな場所に入り込んじゃダメだよ。さ、一緒に帰ろう。お家まで送ってあげるから。いらない。私まだ遊び足りないし。でもそういうことなら今日は噂のおてんば巫女様についてっちゃおうかな。一日楽しめそう。それはちょっと。で、あれ、連れて帰るならむしろ都合はいいのかな。でもこの後はあの剣士がいた場所を確かめないと。巫女様が悩んでる。まあどっちにしても地上へ戻る必要があるよね。イオちゃん、はぐれないようにしっかり私についてきて。あ、ちょっと待って。ねえ巫女様、あれを見てよ。あれあれ。
色。なんだか気にならない？帰る前にちょっとだけ調べてみようよ。あのね、イオちゃん、でも正直に言うと私もちょっと気になるかな。この聖堂にはまだ奥があるのかも。少しだけだよ。たとえ奥があったとしても連れてはいかないからね。はーい、とにかく調べてみよ、巫女様。私がかくれんぼでまさか乾杯するなんて。ふふん、今日は私の完全勝利ってことで。こうなったら明日また勝負を挑ませてもらうんだから。もう二人とも本当に本当に心配したんだよ。もう少しで衛士隊の人に探してもらうところだったんだから。わかったってば。ごめんごめん、つい熱くなっちゃってさ。まさかここまで大事になるなんて。でも心配してくれる人がいるってとても幸せなことだと思う。それを忘れないようにね、巫女様。はーい。ミーヤちゃんはあまりシーヤちゃんを困らせないこと。これからも仲良くね。わかってるって。私も今回で来れちゃったし、シーヤを泣かせるのは鎮魂祭の怪談話くらいにするからさ。ミーヤちゃん、じゃあ私もとっておきの話を披露しよっかな。ムフフ、大昔から伝わるっていう不死の番人の話なんだけどさ。もう二人とも。巫女様、今日はありがとね。そうだ、これを持って行ってくれない？シーヤで見つけた宝物なんだ。いいの？そんなに大事なものを。いいのいいのね、シーヤ。はい、二人で探せばきっとまた見つかりますから。それじゃあ受け取らせてもらおうかな。ありがとう、ミーヤちゃん、シーヤちゃん。こちらこそです。巫女様、本当にお世話になりました。それじゃあ私たちはお母さんのところに帰るね。またね、二人とも。バイバーイ。うんうん、上出来だね。Thank you.
この先で橋が落ちているんだった。